それではチャゴス王子、我らに王子の持ち帰ったアルオンハートをお見せください。どやー、これほどのものは見たことがないわ。歴代の王が持ち帰ったものの中で一番大きいんじゃない？あれだけの大きさだ。かなり巨大なリザードが相手だったに違いない。まあでも気持ちはわかるけどね、こうやって。さあさあ、チャゴス王子、あなたの勇気と力の証であるアルゴンハートをクラビウス王にお納めください。チーズで買ったアルゴンハート。いや、よい。いや、よい。チャゴスよ、これはお前が倒したリザードから得たものであると神に誓えるだろうな。もちろんです、父上。仮に協力者がいたとしても、お前が戦ってこれを手に入れたのなら、わしはお前の力を認めるだろう。だがそれ以外の方法で手に入れたのなら、わしはお前を認めん。今一度問う。戦って得たのだ。お父さんの心理としてはここで正直に言ってほしいよね。せめて正直に言ってほしいよな。そうだ。どうしようもない、お前は。そうか、大義であった。お前の力の証しかと受け取ったぞ。若い子の自分が息子に鬼を変えていい気がしなかったね、きっと。いやー、そうじゃないよね。お父さんという立場だったら絶対、息子がね、自分を超えてくれるって本当にね、喜ばしいはずなんだよね。知らねえよ、あのデブが勝手にやったことだ。チャンスがバザーの行商からアルゴンハートを受け取るのが、あやつは王家の山へ行かなかったのか。そうだったのか。自分一人の力ではなくとも己で戦ってこれを手にしたか。ならば素直にこれを差し出せばよいものを。未熟者めが。戦ってないよな。わしは気にせんのに。こんなありさまでは王位を継ぐのは愚か。妻をめとることすらまだまだ早いようだな。だがこれはチャゴスの問題だ。そなたは見事依頼を果たしてくれた。ああ、忘れてた。そうだ。魔法の鏡は四階の宝物庫に。魔法の鏡。私はつけてやるから、好きな時に持って行くがいい。その代わり、チャゴスが取ったこのアルゴンハートはもらっておくぞ。まあでもこのクラビウス王もちょっとね、あれだよね、やっぱ親バカというか、まあ別に悪い意味じゃないけど、やっぱなんだかお父さんとしてね、チャゴス立派に育ってほしいんだろうね。一生地図打っとけ、喋んなさる。誰がじゃあ。じゃあちょっと、4階のその、なんだ、魔法の鏡
マジックミラー、詳細だって魔法の鏡なんて言ってよ、お前激辛チーズ何個分だよつって、もう今後全部チーズで換算していくっていう。ロトの剣？激辛チーズ何個分だよ。あ、間違えちゃった。ここじゃないや。もう次のコミケではチーズするかも。俺、冬コミで、冬コミで激辛チーズ。激辛チーズ T シャツ売るわ、俺。冬コミで今度。600、あ、600、600円で。あれ、ここじゃないの？あ、今んところで合ってたのか。あ、そっか、ここ塔だから違うわ。本館か。しまった。西4階。あ、でもここじゃないか。ここの方向。んー、どこだ？本館の方だから、こっちや。すんませんでした。間違えてた、俺が。こっちだ、こっちだ。チーズの歌。何気なく売っていた粉とミルクを買い、赤いカビを297個、なんとなく全部を錬金する、僕の手元には5万9800円59,400円か。すいません、59,400円。あ、これか。お、マジカルハット。え、てか鍵自力で開けなきゃいけないんだ。バトルフォーク、あれ、あ、これか。へえ、なんかやったらと、これはなんかなんとなく呪われてるっぽいけど、あ、バトルフォークあれだわ、ホーリーランスより強い。こんな名前なのに特別な効果もない微妙な帽子。バトルフォーク錬金できる？あ、そうなの。あれ、これ情報屋じゃない？これ。デーモンスピア作れる？そうなの？どうしたことだ？この鏡からは魔力が感
じられないぞ。フォークと尻尾錬金バトル。え、これではそこら辺にあるただの鏡と一緒ではないか。もしや先日大物子に押し入ったという賊が鏡の魔力を奪っていったとか。いや、でも魔力を失っていてもこの鏡は王家の宝というだけで十分価値がありますよ。え、ダメでしょそれじゃあ。なんかもう一難ありそうだな、こっから。師匠は職を退いて、今はこの地の西にある森の奥で、西にある森。すぐか。じゃあちょっとまあ行きましょうか。え、で、何そのバトルフォークと、え、何その悪魔の尻尾に何ができるって。テントの角、カジノまだ先ないそうだな、これ。バトルフォークと尻尾、ビスチェとウサギ、毒針もいるんだ。あ、そうなんだ。じゃあ、まあ、まだ、じゃあダメだ、まだ。バトルチーズって、だから、なんやねん。すごい、なんか主人公ちょっとなんか悪魔みたいだね、これ。ミニデーモンみたい。ベルラック2000で売ってる。よし、じゃあまあまあそこはちょっと後で買いに行くとして、とりあえずまず西に急ごうよ。うん、一回。あの、もうね、あいつはもういいよ。チェゴスは。ああ、危ない危ない。じゃあちょっと西まで行きますか。バニー作るって、だからバニーってどうやって作るの教えてよ。バニーの作り方は？ビッシェと尻尾。ビッシェ持ってたっけ俺。ビッシェ買ったっけな。シルクのビッシェと尻尾はこれか。これは外せばいいんだな。これか。それとチーズで、何にでもチーズ混ぜんなよ。バニースーツができた。
アミタイズは？そっか、メダルか。あと1枚だったな。よし、じゃあ、まあ、サザンビーク城に一回戻って西に行くか。心なしかなんか足が速い気がする。西と言ったな。しかもだって普通に実用性あるからね、この装備ね。うん、別にこれでこの装備が買える理由もない。いや、実用性ってだからさ、西っつってたからどこなんだろう。間違えた。サザンコのことか。サザンコじゃないよな。あ、ちょっと俺早送りしよう。テントの奥か、オッケー。満タン。テントってあれかな？
あ、なんかいる。あ、チョコ。ウサちゃんがいた。なんでも串刺し。なんでも串刺しだが、名前が雑じゃない。うわぁ。え、ザキ聞いちゃうんだ。何でも口差しのミラージュがモコのメンバーにあった。